川勝健一は、日本の実業家、美術品収集家、京都府亀岡市生まれ、1907年、京都府府本高等小学校を卒業後、翌年に京都高島屋に就職した。1919年、高島屋東京支店の宣伝部長となった。1927年、高島屋大阪長堀支店支配人を経て、1933年には、 高島屋の総支配人となった。1942年、高島屋の常務取締役。戦後、1957年には、横浜高島屋専務取締役となり、その経営に重きをなした。この高島屋在職中に、商工省工芸審査委員、同商貿易局輸出工芸振興店審査委員、通産省デザイン省令審議会委員などを歴任。 1963年、工芸デザイン育成の功績により、乱受報奨を受けた。1921年、第一回創作当時点のため河合勘次郎が上京したとき、川勝は会場であった高島屋東京支店の宣伝部長であった。二人は出会ったときから、意気投合し、生涯進行を結ぶこととなった。川勝は、河合勘次郎を心から応援し、 その作品収集に情熱を傾けた。また、河合勘次郎も釜を託くたびに良い作品を川勝に譲った。川勝が河合勘次郎に内緒で1937年のパリ万国博覧会と1957年のミラノトリエンナーレ国際工芸展に出品し、いずれもグランプリを受賞したエピソードはよく知られている。 川勝が所蔵していた河合勘次郎の代表的な作品425点が現在、京都国立近代美術館に川勝コレクションとして収蔵されている。ありがとうございます。